はい、お願いします。こんにちは。じゃあ、グループ紹介ということで、まずお名前をお願いします。チョウヨッシュです。チョウ君、はい、お願いします。はい、じゃあちょっとグローブの方前にバーンと出していただいて。スラッカー。はい、じゃあ、おっと、スラッカー。スラッカー。はい、はい、なんかこれどういう風なグローブかなっていうのは特徴があるの？あ、なんかそんなに大きいから重くなんないように、はい、あ、じゃあ無駄なオイルを塗らなかったりだとか、これじゃあ本当に汚れ落としやって、あ、やばい、これグローブ好きになっていくパターンだ、これ。そうですね、革本来の自体の油とかを引き出すような。いや、ここ楽しくなっちゃったわですね。じゃあそういったこだわりとかもあるみたいなんでね、どん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 このグローブで上手くなっちゃってください。はい、ありがとうございます。お願いします。じゃあまずお名前をお願いします。小野ゆうたです。小野くん、はい、はい、ありがとうございます。じゃあグローブ前にバーンと出していただいて、でアシックスのねゴールドステージ、これ昔のラベルだよね。初期のラベルか2代目かな。なんかこだわりとかってありますか？どっちも外野も内野もやってるんで、はい、ああ、じゃあやっぱり深くっていう、はい、縦になるほどなるほど、そうですね、順巻きになってるし、かなり深く使うような方で、でしかもね、今のアシックスの子がこんな、あ、今の子がこんなアシックスですね。こんな渋くなっちゃって、そうそうそう、このマークのグローブ使ってるなんて思わなかったですね。はい、じゃあね、もっともっともっとさらに味を出してあげてください。ありがとうございます。はい、お願いします。出す。じゃあ、お名前をお願いします。はい、木林凛太郎です。凛太郎くん、はい、ありがとうございます。じゃあグローブ前にバーンと出しちゃってください。ウィルソン、はい、ウィルソン。で、しかもこれスーパースキルだっけ？あ、はい、そうです。じゃあ借りていい？バスケットボールと同じ、バスケットボールと同じ素材を使われてんで、はい、使ってるので、ここまあ塗らなくていい、強度もあるし重くなりづらい、でも塗らないからね、そうですね、っていうグローブで、はいはいはい。これなんか特徴とかこだわりとかってありますか？あの、まあ外野もピッチャーもやりたかったんでオールラウンドにしました。ああ、なるほど。そうだよね、結構オールラウンドね、あのボーイズとかシニアとか、そうですね、結構ポジションコロコロ変わったりとか、はい、あの1年目のこと、高校野球1年目とか、そうですね、すごいオールラウンドおすすめなので、ぜひそういう方いたらオールラウンドちょっとこういう、検討してみてください。はい、じゃあこのグローブ使ってね、ピッチャーも外野もどっちも、はい、頑張ってください、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、次。めっちゃ笑いよな。キャプテン、キャプテンめっちゃなんか、キャプテンどうした？親知らずでも抜いた、キャプテン。さっき俺言ったのがこれ、もう一回やっていいですか？え？もう一回のグローブが大丈夫、編集、編集で。はい、お願いします。はい、じゃあお名前お願いします。小川ケイトです。ケイト君、はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとグローブいい？はい、グローブが、はい、これは水のプロじゃないですか？しかもランバーの水のじゃないですか、これ。これ僕が高校の時とかのマークですよ。いやー、これで、しかもこれ多分サイズ9かな、これ多分本当に僕が使ってた時の水ののカタログに載ってるグローブみたいな、あ、そんな感じ、多分岩田選手型だと思うし。おい、なんでそんな笑ってんだ。このまま笑うから。なんか特徴とかってあります？肩が、よくできてて笑ってる。柔らかく取れることです。肩がよくできてて柔らかく取れるんだ。それは触らないねっていう。はい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 。ごめん、俺も集中力切れてきちゃったじゃねえかよ。じゃあなんかね、これでね、あれポジションどこだっけ？センター。はい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 。じゃあこれ使ってどん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 ね、あの球際とかもバンバンバーンって取っちゃってください。はい、ありがとうございます。はい、次行こう。あ、なんで先輩になったら急にさ、みんな静かになるの？さっきまでの煽りはどうしたの？はい、じゃあお名前をお願いします。菊池龍河です。龍河くん、はい、3年生、はい、はい、見事にやりました。ナイピッチ、ナイピッチ。はい、じゃあグローブをお願いします。おお、グローバルエリートいっちゃうよ。はい、ちょっとお借りしていいですか？これわりかし最近、もしかして H セレクション、はい、うん、最近。おお、え、これウェブめちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいい。これオーダー？いや、オーダーじゃない、テーブルにこう、ふで、あれだね、ポケット広いけど深い、はい、で、横で思いっきり潰すような、ザ・ピッチャーって言ったような、うん、高校でもこれ、そうね、まあ使えるよね、全然使えるよね、1年生の時なんかは。はいはいはい、これ状態もね、めちゃくちゃいいんで、めちゃくちゃいいし、ぜひぜひ、これで、化け物ピッチングをさらに化け物にしていってください。150キロ目指して、はい、じゃあもう一個あるんです、はい、おっと、これはまさか坂本選手モデルじゃないですか？そうです。グローバルエリートの坂本選手モデル、はい、ちょっとヒロト頼む。おお、
ユーポンより渋い。前の前ユーポンより渋いっす。坂本選手のような。なるほど、しっかりとしっかりと丸みを帯びて、そうですね、掴むような。しっかりここが多分ここで取れてるので、やっぱ上手い勝負かな。なるほど、はい、まあね、実際に上手かったしね。めちゃくちゃ上手かったです。これと一緒に上手くなったなって、うん、本当にこれが証拠だなと思います。なるほど、はい、あの、じゃあね、高校行ってもね、結構埼玉の注目選手なんかなって、あの、僕らが雑誌買った時におっていうような選手目指して頑張ってください、はい、ありがとうございます。お名前お願いします。原田慎一です。しんいちくん、はい、はい、お願いします。じゃあね、今使ってるグローブ前にボーンと出してもらって、はい、はい、SSK のプロエッジ黒って使っていくとすっごいさ、あの、使用感が、はい、出るんです。出る、うん、で、ツヤとかも出やすい色だから、はい、これ相当お手入れとかやってるよね。はい、そう、行き届いてる感じが ね、そう、ポケットのしっとり具合がすごい、そうですね、お手入れ行き届いてるな、ちゃんとお手入れやってるな、ね、グローブ好き。まあ好きっす。だよね、これ大人になったら沼にはまるから気をつけな。はい。これなんか型の特徴とかってあります？いや、特に気にしてないです。なるほど。でもなんか、あの、こうやって持った感じだと上辺しっかりと折って、はい、丸いく奥でしっかりと掴むようなポケットしてるので、結構掴み取りだよね。はい。なるほどなるほど。まだ2年生？1年生か。おー、じゃあこれ使ってね、上級生を脅かすぐらいの選手になってください。はい、ありがとうございます。よし、はい、次行こうか。はい、お願いします。お名前お願いします。うちでハルトです。ハルト君、はい、お願いします。じゃあグローブを前にボコーンと出してってください。はい、前すぎたね。ウィルソンのね、ライン足用かな。はい、はい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 。これもね、じゃあヒロト、はい、特徴17型、友崎選手が使ってる、はい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 、グローブで、ウェブもそんな感じはしますね。なるほどなるほど。やっぱりそうなんですよ、友崎選手モデルってここが土手が狭いんで、うん、この縦にポケットが3つ、三角形に広がってるんでしょ。そうですね、はい、でやっぱり小ユニで使ってます。はい、やっぱり、いや、今やっぱり今の子たちってウィルソン小ユニで使うんだよね。はい、まあ、それそっか、小ユニ推奨してるもんね。そうですね。なんかこだわりとかってあります？あと野崎選手が好きなのと、あと、内野俺も、俺と野崎大好きも外野なんですけど、小学校の時内野もやってたんで、内野してるのは大きいのか言いました。はい、じゃあ、なるほど、あの、内野のハンドリングを外野でもできるようにそういったグローブを。なるほどなるほど。まあね、遠崎選手もユーティリティプレイヤーなんで、遠崎選手みたいなプレイヤーを目指して頑張ってください。頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。